おはようございます。です。今日は小事故という富士五湖の一つの湖の方に向かっております。そこで、天気が良ければ素晴らしい朝日と逆さ富士も見えるらしくて、湖面に映る、ちょっとそこで素敵な朝日とできれば逆さ富士が見れたらなと思っています。本当にこのチャンネルは天気が命でしてこれで曇ったり雨が降ったりするとちょっと本当に朝日が見れなくて、ちょっと半泣きになりそうなんですが、今のところ予報では晴れということで素敵な朝日が見れるんじゃないかと思います。初めての小事故、楽しみです。富士山もはっきり見えたらいいな。では行ってまいります。到着しました。おはようございます。寒い。ほら、ここが小事故。準備しましょう。普段あんまり酸味が苦手なので、酸味があんまりないコクとかそういうこうチョコレートっぽい感じの風味を感じることができる大吉ブレンドを選びました。しかも今日は一粒万倍日、今日じゃないか、明日か明日一粒万倍日縁起がいい日ということで、はい、大吉、縁起がいいから大吉選びました。今日と関係ないかもしれない。でもスプーン忘れちゃった。このままいっていいかな、手でいっていいかな。自分が飲むし、幸せの香りがします。小事故、小人湖って書いて小事故ね。なんでこの名前になったんでしょう。富士五湖のうちの一つで、私は川口湖と西湖は行ったことありますけど、小人湖3つ目になりますね。あとも行ったことないです。元栖湖も行ったことないです、ね、すごく天気が良くてラッキーだったら逆さ富士が見えるみたいで見たいなー。お湯が沸きましたね。寒いし注ぎましょう。朝起きてこの香りしたら幸せですね。ドリップを待ちます。豆が少ないからすぐ終わりそう。面白い。鳥みたいかわいい。曇ってる。大丈夫かな、富士山見えるかな。天気命チャンネル雲行きが怪しそうですね。これで見れなかったら富士山周り結構来そうですね。富士山を目指しそう教えていただいた太陽の方向を見るアプリですあと3分。6時43分日の出の時間です。おはようございます。今日のこの小事故、
日の出検索したら6時43分でした。どんどん左側がオレンジの色が濃くなってて出てきてるのを感じます。竹でできてるエコーヒーカップです。竹だから捨てても土に戻りやすく、めちゃくちゃ可愛くないですか、シマウマ。他にも私青のキリンさんも持ってるんですけど、今日は赤にしました。これは私はオーガニックマルシェで買ったんですけど、イベントで。で普段インターネットで買えます。エコーヒーで調べたら出てきます。他にもめちゃくちゃ可愛いです。いろんな柄があります。動物だけじゃなくて花柄も、おー綺麗、まるで富士山の上にあるかのように見えます。富士山の上みたいじゃないですか。綺麗、出てきたこの隙間をよかった。お、雪も降ってきて嬉しい、見れた朝日。できそうです。それでは行ってきます。